こんにちは、ニューヨークファンクフィジオの高田です。今日はですね、ちょっとお話になってしまうんですけれども、今年に入ってから、ラジオでですね、島田彩先生というボイストレーナーの方といろいろ対談をしていて、まあ、体のことが詳しい方なので、その中で、いろんなお話をさせていただきました。で、これ、まあ、ボイストレーナーなので、もちろん声楽とかね、コーラスのコーチをされている方なんですけど、本当に体のこと詳しくて、どう体が変わったらこう変わって歌がこう変わるとか響きがこう変わるみたいなことをすごく研究されていてですね、僕自身もすごくためになりました。で、まあその中のね、ラジオの話の対談の中で最後に出てきたのが、足を踏ん張るとか丹田に力を入れるとか支えるとか下っ腹に力を入れるっていうのは間違いじゃないですかと、そういうのはやめた方がいいですよねっていう話が出てきて、確かにそうだよねっていうのは、もともと僕はそういう考えなので、その島田先生がそういうことを言ってきた、そして、トップレベルで活躍されている声楽の先生とかもそこは気づいているというのがすごく印象的でした。で、これ、決してこう声楽とか、歌を歌う歌い手のだけの話じゃなくて、もうゴルフももちろんそうですし、スポーツやってる方ですね、もう全般にそうなので、この話はちょっとしておきたいなと思って、今回ビデオを撮っている形になります。ラジオの方もね、こちら音声はラジオの方に残すので、音声だけでも聞くことができるようにしたいと思っています。で、前回のでね、このラジオの中の情報っていうのは、我々の YouTube、 ファンクフィジオの YouTube でも見れますし、ノート、ブログのノートドットコムの中でファンクフィジオと検索してもらえればですね、そこに出てるかと思うので、前回のねお話までを聞きたかった方はそちらを参考にしてもらえればと思います。これね、本当にいい深い話で、それまでにもね、この支えるとか、体をどういじるとどう変わるっていうのはね、もう元々ずっと話してきました。で、結構ね、この声楽の人とかダンスですね、特にクラシックバレエなんかっていう世界は、歴史というかカルチャー文化ですね、っていうのがすごく大切にされているエリアなんですね。なんで教え方っていうのも結構スポーツと似てるんですよね。根性論的なものが未だにこう、なんていうんですかね、こうベースにあって、振り落とされて怪我してしまうやつはしょうがないよね、見捨てようっていうような感じの文化の世界なんです。これ声楽も多分似たような感じで、教え方っていうのはあくまでも成功した人がこうやってたよ、こういうふうに言ってたよ、こういうふうに見えるよっていうのを元に、じゃあ教えよう。で、それが合わない人は潰れていけばいいんじゃないのっていうのが、基本的に文化として根付いているような私は感じはしています。ダンスなんかはね、これ多分やってた方、クラシックバレエとかやってる方とかは、結構ね、これは真理をついているのかなというのがわかると思うんですね。で、スポーツの、世界も結構こういった考え方でずっと進んできたと思います。なので、僕はね、こういった考え方あんまり好きじゃなくて、やっぱりこう体っていうのは一人一人違うし、一人一人アプローチの仕方も違う。で、その個人の良さをちゃんと見つけたりして伸ばしてあげる、そして個人の悪いところを指摘してあげて、それを改善していくことによって、全ての人が向上していけるし、全ての人のポテンシャルがすごく上げられると思っているんですね。残念ながら今そういうふうに考えて、体をベースに、パフォーマンスをどう変えていくかとか、どう考えるべきだとか、個々人のその体の差とか、頭脳とかね、そういったことの差をどう取り入れて、一人一人に対してベストな指導方法をしていくかっていう考え方ってなかなかまだね、できてないと思うんです。なんで、このファンクゴルフ、そしてウェルネスゴルフですね、ジャパンウェルネスゴルフアソシエーションでは、そういった考え方をね、やっていきたいということで、今回こんな感じでお話をしていければと思います。今回ね、いろいろこう島田先生の話で、やっぱり呼吸とかね、歌を歌うんで呼吸とかね、横隔膜の使い方とか姿勢とかいう話はものすごいいっぱい出てきた分野なんですけど、これ決して歌だけじゃないんですね。本当にこの姿勢だとか体幹の支えだとか、コア筋だとか、そういったことっていうのはね、ものすごくちゃんと考えないといけなくて、表面だけでね、いろいろ理解してる人とか、トレーナーとかね、それこそ、ピラティスをね、やってても、なんかこう本当の意味での体感っていうのを理解してない人が結構多くて、ちょっとそれだと逆に悪い方向に走ってしまうよっていうことが多々あるなと思ったので、こういった機会に、私からの言葉ですけれども、ちょっとこう、そういう考え方もあるんだね、実際ちょっと違った考え方の視点もあるんだねっていうのを、
聞いてて気づきになってもらえればいいかなと思います。決して私が言ってることが絶対正しいとは言いません。まあ、ただやはり僕も十何年、こういったことをやってきてですね、まあ、もちろんその、ね、コロンビア大学大学院っていうところで、まあ、博士課程まで勉強して、その後いろいろですね、研修に行ったりとか、研修期間っていうのもね、なんていうかね、エクストラでして、まあ、いろんな勉強とかをしてきて、で講習会って もう本当120以上取ってますね。だからもう本当に講習会貧乏かぐらい、講習会とか参加していろんなことを学んできた中で、やはり今たどり着いた境地がここなので、皆さんに知ってもらえたらいいなと思っております。私自身もね、本当にこう5年ぐらい前までは考え方が全く違って、コア筋を鍛えようぜ、コア筋、コアトレ最高とかね、体幹トレーニング最高みたいな感じで考えてたんですけど、そのトレーニングすることは全然構わないんですね。ただそのオンオフができないままの状態を作ってしまうっていうのはすごく問題だと思っています。なので、まあ、その辺もね含めて話していければと思います。ちょっと長丁場になってしまうかもしれないんですけれども、まあ、言いたいことが伝わっていければ、少しでもね伝わればいいかなと思っております。初めにですね、まあ、大前提としてちょっと勘違いされやすいトピックなので、決してねこうコア筋が必要ないとかピラティスって意味ないよとか、そういうことを言ってるので全くないです。それだけはねくれぐれも勘違いしないでほしいと思います。なのでちょっとねそういったところ恐れを誤解を招く恐れがあるところは、ちょっと僕の表現がまあ足りないと思っていただければいいと思います。決してそういったねコアトレとか体幹トレーニングを否定することではないよというところだけ初めに言わせていただきたいと思います。はい、そしてですね始めていきますけれども、まず言葉の難しさなんですよね。例えば下っ腹に力が入ると丹田に力が入る、支えが効いているというのと、下っ腹に力を入れる、丹田に力を入れる、下っ腹をしっかり力支えとくとかいうのっていうのは同じ言葉ではないんです。一つはですね意識的に入れるっていう言葉なんですけど、もう一つはですね自然と入ってるよねっていう言葉なんですよね。だからこの2つがちゃんと使い分けてないとすごく、やっててで、ね間違った方向に進みやすいということだけ初めに言わせてもらえればと思います。そしてね先ほど言ったようにですね、大前提として丹田の力大切です、もちろんです。インナーマッスル大切です、もちろんです。体幹の筋肉は大切です、もちろんです。なので、その辺をね勘違いして、僕はね体幹の筋肉いらないよとかインナーマッスルいらないよとかそういうことを言ってるわけじゃないというところは初めに断っておきたいと思います。これはね島田彩先生ももちろん、同じような意見だと思うので、初めにお断りをしていきたいと思います。はい、そしてですね、まあ、今回ゴルフの話も含めてやっていくので、まあ、ちょっとスポーツっていうことをね踏まえてから例を出しながらやっていきたいなと思うんですけれども、スポーツ選手でね、まあ、パフォーマーもそうなんですけど歌い手もそうですけど、一流の人っていると思うんですよ。世界的に活躍している一流の人、ね、オリンピックで活躍している一流の人とか、ね、大リーグで活躍する一流の人、 PGA で活躍している一流選手ってめちゃくちゃいるじゃないですか。ただその一流と僕の中で言われる、僕の中で呼んでる超一流っていうのはやっぱここすごい隔たりがあるんですね。で超一流っていうのはどういう定義かというと、一流の選手が活躍し続けるっていう状況を作れている、この人たちが超一流だと思ってるんですよ。一流でも例えば PGA で出てきました、1回優勝しました、素晴らしいです、超 一流ですよね。一流なんだけど、じゃあポットでの1回で終わってしまった、または活躍したのが 1,2 年で終わってしまって、その後見なくなってしまったっていう人は、まあ、一流なんだけどなんか間違ってるんですよ。でやっぱり超一流っていう人は、例えばですけれども、もう本当長い間前線で最前線で活躍していて、ちゃんと成績も残せてるって人が超一流だと思うんです。そういう人ってね結構長年っていうか、もう本当歌い手だともう80、90になってもすごい響きの良い歌声で歌えてるとか、ゴルフの世界だとねもう80とか90になってもエイジシュートがちゃんとできてるとかね、そういう方たちっていうのは超一流だと僕は思っています。なんでここのね差っていうのは何なのかっていうのも話していかないといけないと思うんですね。もちろんスポーツの競技によってね、どうしても短命を強いられるスポーツっていうのはあると思うんですよ。例えばアメリカンフットボール
で言うとディフェンスラインなんてね、本当にもうぶつかってるコンタクトスポーツだし、しかもね、無理にこう筋トレでも何でもして体をでかく大きくしないとやっぱり通用しないということになってしまうので、そういったねコンタクトスポーツとか相手とこう直接ぶつかり合うっていう競技がど、あの、なんていうんですか、メインなスポーツってどうしてもその短命を強いられてしまうので、まあここで言う超一流っていうのはちょっと難しいかなと思うんですね。まあ、ただトム・ブラッディみたいな、クォーターバックであればね、彼、2021年のスーパーボウルで優勝しましたけれども、彼自身10回目ですよね。で、彼43歳です。43歳で、アメリカンフットボールの最前線で、トップ選手としてまだ活躍し続けてるっていうのはすごいなと思います。なんで、彼なんかも超一流ですよね。なんで、まあ言いたいのは、スポーツの世界だと、まあ、コンタクトスポーツとかスポーツの特性によってまたポジションによってどうしても短命を強いられるポジションとかね、スポーツっていうのはあるので、まあ、そこだけねちょっとこう、まあ、超一流っていう言葉を使ったゆえにちょっと断っておかないといけないのかなと思って初めに断りをしておきます。はい、でこのね超一流になる人っていうのを言うと、一言で言うと自然体なんですよ。なんか変な力の入れ方とか動き方っていうのは本当しないなと思っています。なのでパフォーマンスしてる時に、わすごい下っ腹に力あってすごいこうガチッとしてるよね、全然感じないですし、小脇にグッと力が入ってて、うわなんかパフォーマンス中もすごい力強いねとか、そういう感じって全くしないんですよ。で、僕もねアメリカで、スポーツ選手とかパフォーマーを見させてもらうことがね多々あるんですけれども、まあ、これが本当の真理だなと思っております。超一流選手イコール自然体っていうことになってきます。自然体っていうのはどういう定義かっていうのは後でちょっと説明したいと思うんですけれども、本当超一流選手っていうのは自然体です。本当に変な動作が行われないかなと思っていてですね、なんだろう、自然な流れで本当動いてるなっていうふうに感じております。でもちろんね超一流選手だった人がなんか間違った知識とか途中でやり方を変えてしまって潰れてしまった人っていうのは多々いると思うんですよね。まあタイガー・ウッズなんかもその残念ながら一人だと私は思っております。ね、突然のようにこう体が変わってきた時期っていうのが皆さんあるのはご存知だと思うんですけれども、おそらく何かのきっかけで、筋トレとかをね、やって、それとパフォーマンスっていうのはちょっと結びつかない時期があって、その結果もう怪我をして、まあ、今、ね、まだ現役ですけれどもさすがにこうね手術を何回繰り返して、やってるのかなっていう感じになってしまって、思ったようなパフォーマンスっていうのは上げられないのかなと思っております。まあ、他の選手だとねデビッド・ディバールなんかもまさしくその一流だったけれども、ちょっとこうね、やり方を間違えてしまって、次の人たちから全く活躍できなくなってしまったなっていう選手の、一人だと思うんですけれども、こういったね、一流そして超一流であっただろう選手がなんか途中からやり方を変えたりとか、まあ、無駄な知識っては言わないんですけれども、違った知識を取り入れた結果潰れていってしまったっていうことは多々あると思います。はい。まずね、この話をする体幹の支えはいらないとか、体幹に力を入れなくていいとか、支えは必要ないとか、丹田に力を入れないとかいう話をする前に、じゃあ体幹って何なのかっていう話をまずしないといけないと思うんですけれども、体幹の定義ってね、すごく難しいんですよ。で、いろんな人がいろんなことを言ってると思うんですけど、僕なりの定義って、もうこの一言です。重力、筋力、バランス、柔軟性、内圧、反射神経等々をうまく使いながら体の関係性を保つかどうか、この一言です。体の関係性を保つことができるかどうかなんですね。なので、それ以下でもそれ以上でもありませんと。で、この体の関係性を保つことをより自然体というのはより脱力した状態で行えるっていうのが一番の最強な状況だと思っています。体の関係性っていうのは何かって言ったら、具体的に言うと骨盤と胸郭の関係性の話をしています。なんでここの関係性を保ちながら動けるか、保ちながらパフォーマンスができるかっていうことだけなんですね、体幹の強さっていうのは。なんで体幹の強さを、筋力とかいう形とか硬さとかいう形で捉えてる人はまず間違いだと思っていいと思います。これね PNF とかで、プロプリオセフティマニューロマスキュラファシリテーションなんかはそういった、まあ、フィジカルセラピーの中では、まあ
有名なトレーニングだったりとかコンセプトなんですけども、まあ、マギー・ノットっていうもともとの考案者とかが考えるのをやり方とか、もう本当にその人たちのやり方を順次でこう学んできた人っていうのは多分分かることなんですけども、決してこう、もう要するにリスポンスなんですよ、コアキンっていうか、あの体幹っていうのは。それを意図的に入れるとかそういうことではないんで、意図的に入れることイコール良くないことと思っても構わないかもしれないですね。なんでちょっとこう今までの体幹っていうコンセプトをちょっと変えるかもしれないんですけれども、基本的には先ほど言ったように体を関係性を保つことができるかどうか、体の関係性っていうのは骨盤と胸郭の関係性がちゃんと保てているのか、それだけです。それに対してじゃあどうやって保つかっていうことが大切だと思うんですけど、それが筋力ではないよと、僕はもう一言で言うと内圧のコントロールだと思っています。圧力のコントロールですね。それによってこう保ってたりとかいう形になっていくと思います。最近ではね、まあ、難しい言葉を使ってね説明したりとかする人もいると思うんですけど、なんか例えばフィードフォワードリスポンスとかね、フィードバックとかね、なんかそういう言葉を使って説明するんですけど、まあ、基本的にね、まあ、あれの一番の言いたいことっていうのはですね、まあ、そのコア筋だとかインナーマッスル、体幹の筋肉ですねっていうのは自然に入るべきであると、意識下でコントロールするものではないよっていうのが僕は真理だと思っております。なので、じゃあフィードフォワード、うん、分かった、それは体幹に対して大切だよね、体幹を整えるために大切だよね、だからどうなのって言ったら、それは自然体でいれば自然に入るんだよねっていうことなんです。なので意識的に入れるとか、筋力が強ければ体幹が強いとか、そういうことではありませんということだけ、ちゃんと理解してもらえればいいかなと思います。はい、さて超一流選手のじゃあ代表例は誰かって言われたら、僕の中でパッと思いつくのはやっぱりイチロー選手だとかマイケル・ジョーダンだとか、そういった方だと思っております。もちろんね、マイケル・ジョーダン、イチロー選手がですね、インナーマッスルのトレーニングをしたか、体幹のトレーニングをしたと思います。もちろんしたと思いますね。まあ、ただちょっと考え方が違うと思うんですね。まあ、例えばマイケル・ジョーダンの、ね、シンボルマークになっているなんていうか空中技ですよね。空中で飛んでいる最中に歩くような形で舌をベーッと出しながら、それでもこう流れるような動作でこうダンクを決めていくっていうのは、もう本当自然体であるわけです。で、自然体イコールより脱力した状態なんですよね。で、脱力したっていうのが、まあ、いい意味でも悪い意味でもあると思うんですけども、脱力したっていうのが全部力はダランって抜いたっていうことではないです。必要なところにはもうカチッと入ってるし、必要でないところはリラックスできてる。だからああいう捻転をしながら、そして手足は別々に動きながら、で舌は顔は首は完全にリラックスしながらパフォーマンスを最大限上げている。なのでもちろん丹田にも力は入ってます。体幹にもすごく力は入ってます。ただ意図的に入れてるか、支えてるか、下っ腹に力を入れてるかっつったら入れてないですよね。もうこれはもう完全に自然の中で入っているものっていう状況を作り出しているんですよね。で、ここで自然体とは何なのかっていう僕なりの定義をちょっと考えてみたんですけども、まあ、自然体とはですね、体の関係性を保ちながら最大限の脱力状態にあるということだと私は考えています。なんで、ね、この自然体っていうのがパフォーマンスを最大限に向上させ、さらに体に負担かけず最前線で長年活躍し続けられる鍵だと考えております。なので、ね、彼らの動き方って見ると、未だにそうですよね。イチロー選手とかマイケル・ジョーダンとかがこう、ね、普通にこう動いてるところとか見ても、なんかこう滑らかで美しいじゃないですか。なんか余計になんかこう肩をこう、ね、張ってとか胸を張りながらこうなんか動いてるみたいなこともないですし、まあ、かといってぐしゃっと潰れながらとかね、ものすごいこう姿勢が悪く背中を丸めながら歩いてることもないですし、まあ、かといってね、先ほど言ったようにこう兵隊さんみたいにこうこんななって歩いてることも全然ないと思うんですよね。で、あれが本当の意味での自然体だと私は思います。はい、なので先ほどちょっと繰り返しになってしまいますけれども、まとめると、体幹というのは、まあ、要するに体の関係を保つことができるかどうか、もうこれです。体幹の強さというのはまさしくこの一言です。
でそれを保つために、まあ、例えば必要な筋力だったりとかバランス感覚だったりとか柔軟性だったりとか内圧のコントロールだったりとか反射神経っていうのが必要になってくるよねっていう話です。で、それが完全にねできているのが自然体だと思っていて、で自然体というのは、まあ、体の関係性を保ちながら体幹ですよね、最大限の脱力状態にあるっていうのがやっぱりパフォーマンスをする上でやはり最高な状態だというふうに私は考えております。はい。で、話を戻ってきると体幹を固める、うん、要するに島田彩先生が言ってた支えっていうのを忘れてください、下っ腹に力を入れるっていうのを忘れてください、固めるっていうのは忘れてくださいっていう話に戻ります。で体幹をやはり固めるっていうお話はやはりこれね、結構勘違いしてることが多いです。で僕のね患者さんとかクライエントの人にもこれ結構非常に多いのが体幹が強いイコール、腹筋の硬さとかね筋力の硬さとか、筋力と、結びつけて考えてる人が非常に多いんですよ。で、中にはねちょっと俺の腹筋を触ってみてカチカチでしょいい体幹でしょって言ってる人もいるんですけど、うんみたいなね、それは根本的に考え方が間違ってんじゃないかなみたいなことになってしまうんですよね。もちろんそれが自分のやりたいことであるんであれば否定はしないですし、いいと思うんですよ。例えばボディービルダーさんでシックスパックの筋肉を見せびらかすっていうかね、それがもう自分のアイデンティティだみたいな感じでそれが目標であるんだったら僕は全然否定しないしそれはいいと思います。ただそれと体幹の強さとかコアの強さっていうのでは全く意味が違うしパフォーマンスとそれを結びつけるのは全く違うんだよっていうのを理解すればいいかなと思っております。でまあ、これのなんで原因がこういうことが起きてしまうのかなと体幹を固める腹筋が強いコア筋が強いイコール体幹が強いみたいな形になってしまうのはですねやっぱりこう今のこの情報社会でいろんな情報がこうバン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 拡散しているのが一つの原因かなと思っております。なので、まあ、腹筋が強いお腹周りが硬い固められるイコール体幹が強いみたいなねプランクで何分耐えられるとかがね体幹が強いみたいな感じで捉えてしまうと間違った方向に行きやすいのかなと思っております。でまあ体幹の議論をするときにはね、まあもちろんそのいろんな考え方があるので、いや体幹がすごいしっかりして固まるから手とか足が自由に動かせるんだよみたいな考え方の人もいるんですけれどもまあ、僕は基本的に間違いだと思ってます。で、まあ、ここで話していくとちょっとそれだけで1日ぐらい話すことになってしまうので、ちょっとこれは置いときます。で、まあ、今後どっかでその話をしたいなと思うんですけれども体幹がしっかりするから手足が自由に動かせるっていう考え方もちょっと危険だなというのが僕の考え方です。なのでちょっとそれは置いといてもらえればなと思います。はい。まあここまで話すとね体幹とかね、インナーマッスルとかいらねえんじゃねっていうようなこう風に聞こえるんですけれどもそう言ってるわけではなくてインナーマッスルのトレーニングとか体幹のトレーニングってすごく大切です。はい、トレーニングとしての体幹の筋力を強めるとかインナーマッスルを鍛えるっていうのはすごく大切なのは僕も同意なんですね。ただまあ、ただというか、まあ、それをもう少し言うとイチローもジョーダン、ね、マイケル・ジョーダンももちろんそのインナーマッスルを鍛えるトレーニングっていうのはしてたでしょうし今コア筋を鍛えるようなことはもちろんしていたと思います。ただ決定的に違うのはそのエクササイズトレーニングとしてのコア筋を鍛えなくちゃいけない理由そしてそれはパフォーマンス中には違うということをちゃんと理解していたんだと思うんですね。なんでトレーニングはあくまでもそのパフォーマンス中の自然体を作るためのものっていうのをちゃんと理解してたと思うんですよ。これが勘違いしていくといやパフォーマンス中にも下っ腹に力を入れてないといけないよね足を踏ん張ってないといけないよねお尻にグッと力を入れてないといけないよねとかね丹田に力を入れながら生活してないといけないよねっていう間違った方向に走り出すんですよ。で結構それが間違ってる方が多いと。だ例えばね腹筋っていうのは緩くなるのも当然だしグッと固まるのも当然なんですよ。なんかね常にこう入れてなさいとかグッとお腹をへっこました状態を常に保ってないといけないとお腹は緩ましちゃいけないものだとかね
いう人が結構多くて、そうなんだと思うことが本当にあってびっくりしますけれども、そういった考え方をしていると、あなたがもし超一流の可能性を秘めた選手パフォーマーであってもどんどん潰れていってしまいますということは一言断っていきたいと思います。はい、ね、イチロー選手なんかもね、稲葉選手の対談の YouTube なんかを見てもらえればいいと思うんですけれども、はっきり言ってますよね。人間はトライアライオンは筋トレしないでしょみたいなね。人間っていうのは人間のバランスがあって生まれてきたんだから、それに忠実にしてた方がパフォーマンス高いよねみたいなね、ことは話してると思うんですけれども、まさにその通りだと思います。だからイチロー選手のねトレーニングなんかすごく参考になると思うんですよ。なんかみんながやってるからやるトレーニングって彼ってしないんですよ。僕はすみません、個人的に知り合いじゃないんで、分からないですけどね、実際のところは。ただ見てる限り、みんながやってるから筋トレしようぜとか、みんながやってるからこのトレーニングしようぜっていう考え方は全くしてなくて、自分の体に対して何が必要で、それは自分のパフォーマンスを上げるのに最大限必要なことだからやってますっていう考え方だと思うんですね。で、そこまで自分の体を理解して、トレーニング方法とかを理解して行えていたから、あの年齢まで本当にこう最前線で活躍できていたということだと私は考えております。はい、で、これもね、またちょっとね、どっかでお話しして、どっかで記事に書いたんですけれども、じゃあ誰が最高の体幹の持ち主なのとかいう話を前どっかでしたんですよね。で、その時に僕が答えたのは、五体不満足の乙武さんって言ったんですよ。で、普通の人意味わかりませんっていうことだと思うんですけど、五体不満足の乙武さんって本当に体幹が自然体で使えて、ちゃんと強く、そして柔軟に使えてないと彼のパフォーマンスってすぐ落ちちゃうんですよ。なんで、彼がっていうことではなくて、そういった先天的にね、四肢がないとかいう形で生まれてきた人の体幹ってめちゃくちゃ効率的に強く、強くって言うとまた語弊を与えてしまうかもしれないですね。ものすごく効率的に使えている、だから体幹が最強だと私は考えています。これね、どっかで僕書いた記事なので、興味がある人は読んでもらえればと思うんですけれども、どこに書いたかちょっと覚えてないんですけど、はい、なんでこういった方こそ本当に体幹をうまく効率的に強く、そして柔軟に使えて普段の生活から行っている。そうでないと彼らのパフォーマンスというのが全くできなくなってしまうのね。服を着替えるにしても、もう本当にこう最大限の体幹を生かしながら効率的に使わないと服を着るとか、ね、脱ぐっていうこともできないわけじゃないですか。なので彼らの体幹とか動き方を見てると本当効率的だと私は思っております。はい、ここまでちょっとスポーツのお話から飛んできましたけれども、ゴルフなんかもね、まさしくこういうことで言えると思うんですよ。だからゴルフっていいスポーツだなと思うのは、誰かの、スイングを真似る必要が全くないんですよね。自分の体と正直に向き合って、自分の体ができる最大限のところを目指しながらゴルフスイングを作っていけばいいわけなんですよね。それを誰々のスイングがいいよねとか、誰々がこういうトレーニングしたから取り入れようとかいう風にしていくと、どんどん潰れていくスポーツなんですよ。なんでその辺をね、すごく考えてトレーニングだとか、スイングだとかね、スイングとかレッスンとか、エクササイズだとか、取り組んでいくとですね、先ほど言ったように超一流という感じでですね、自分の、から持って生まれた体っていうのもあるので、その体でですね、最大限のパフォーマンスを長い年月をかけて発揮できるっていうところまで、いけるんじゃないでしょうか。超一流ですよね。だから先ほど言ったように、なので、スポーツをやる人、特にゴルフっていうのは誰かとぶつかったりとか、誰かの何かを真似する必要は全くないですし、自分との体の向き合いなんです。そのためには、自分の体と向き合って、ちゃんとこう自分の体に忠実に、ゴルフスイングとかトレーニングをしていくと
めちゃくちゃいいスポーツだなと私は思っています。でそれの考え方が今現時点世界的にないので、まあ、ファンクゴルフ、そして、ジャパンウェルネスゴルフアソシエーションというところを通してこうした情報を発信していけたらなと私は思っていますので、まあ、興味がある人はそっちのね、ファンクゴルフ、FUNC ゴルフですね、JWGA といったところをちょっと検索してもらってですね、そちらから情報を学んでいってもらえればなと思っております。はい、そしたらですねちょっとまた話を戻してですね、まあじゃあ綾先生ですね、そのボイストレーナーの島田綾先生が言った、まあ、下っ腹の支えをやめなさいっていうことが実際どうなのかっていうことに話を戻していきたいと思います。まあ僕自身はそのアドバイスでは先ほど言ったように合ってる、正しいと思っています。で支えっていうのを意識しないとできないのであれば、それは自然体ではないんですよね。もう意識した時点でそれも自然体っていう形を失っています。なのでパフォーマンスは自然と落ちると思います。なぜなら意図的に固めるという意識下でのコントロールにその時点で変わってしまってるわけなんですよね。歌い手の話をするとですね、まあ、先ほどのスポーツのお話と被るんですけれども、歌ってる最中にね、超一流の人が歌ってる最中にお腹に手を当てれば、あ、それは多分力入ってると思いますよ、もちろん。ただその人が意識的にその丹田に力を入れてるか、意識的にそのインナーマスに力を入れて体幹を支えてるかって言ったら、それはないと思います。もう自然と入っているよっていう状態を作り上げている、またはそれができている人だから超一流なわけです。はい、なのでお腹に力を入れているからうまいんではなくて、自然体で歌えてる結果、お腹に自然と力が入っている、丹田に自然と力が入っている、だから超一流だしうまいんだと私は思います。これがね、多分すごく勘違いされやすいところですし、そこの理解をちゃんとすることが大切だと思っています。はい、さて、この自然体を作り出すために必要なのがトレーニングであったりとかエクササイズだったりとかをすると思うんですね。なんでトレーニングっていうのは皆さん必要です。一郎選手もトレーニングはもちろんしてますし、マイケル・ジョーダンっていうのも人一倍トレーニングはしてきた人だと思います。ただこの自然体ってどこがゴールなのっていうのをちゃんと見極めて、そのゴール、自然体っていうのを作り出すためのゴールっていうのがあります。それに対して XYG っていうエクササイズだとか取り組みが必要なんだよね、でもあくまでもそれは取り組みなんだよっていうことを理解しながら行っていくことが、まあ、大切なんですよね。で私はね、自称呼吸先生と自分で言ってるんですけども、すごい呼吸方法とか、詳しく指導をしています。で、結構ねこのきちんとした呼吸というのができてない人がほぼほぼですね、あのマイケル・フェレップみたいなね、あの水泳選手、超一流の水泳選手なんていうのを見てるとすごいいいなっていう呼吸法をしてたりするんですけど、あ、またはねそのオペラ歌手とかで本当に長年活躍している超一流のオペラ歌手とかね、歌い手さんとかっていうのは本当に体の使い方うまいなと思うんですけど、呼吸をねちゃんとできてる人って意外と少ないんですね。私自身もできてないですし、だからこそなんか普段からちょっと呼吸の練習をしないといけないなと思って呼吸練習をしたりするんですけれども、意外とできてないです。まあなんでかって言ったら、多分まあ我々の生活環境はね、やっぱりこう今座り社会だったりとか、小さい時にそんなにね動かなかったりとか、いうことでね、どん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 本来の正しいものっていうのを失いがちになってしまっているっていうのはすごく思っております。なのでまあ呼吸方法もちゃんとトレーニングしていかないといけないよねっていうことを、まあ、そこでちょっと言いたいなと思っていて、ただトレーニングの呼吸方法とパフォーマンス中の呼吸方法っていうのは違って当然なんですよね。トレーニングとしての呼吸方法、僕ねやるんですけれども、すごく大変です。こんな風に普段から捨てないといけないのって言われることあるんですけど、いや、こんな風に普段から呼吸をしてたらあなた死んでしまいますという話なんです。呼吸ができなくて死んでしまいますという話なので、そういうことではないです。トレーニングとしての呼吸方法をちゃんと行える、そしてそれを癖づけていく結果、自然体でパフォーマンスを行えるような体を作っていく、そのための呼吸のトレーニングは私はたくさんします。なのでその辺はね、ちょっとこう考えをちゃんとこう、なんていうんですかね、行き場所を
ゴール付けをちゃんとした後にトレーニングでどう持っていくかっていうことは考えた方がよくて、最終段階にじゃあ正しい呼吸方法をしながら歌いましょうとか、正しい呼吸方法をしながらパフォーマンスをしましょうということではないので、ここもちょっとややこしい話なんですけれども、そこだけ理解していただければと思っております。はい、なのでですね、まあちょっと長々と話してしまいましたけれども、まあ意識下で丹田に力を入れるとか下っ端に力を入れるとか支えるっていうのは間違っていますっていう、議論をしてきました。で、今回のこの議論はね、本当にボイストレーナーの島田彩先生とのね、この対談の中で本当にそうだよねっていう話になって、これって、まあ歌い手だけじゃなくて本当にスポーツ選手も全て、なんだろうな、同じことが言えるよね。で、この中でね、島田先生とまた話してたのが、本当にこう超一流の人ってその選手生命がめちゃくちゃ長いよねっていう話も同時にしてたんですね。で、これもね本当真理だなと思っていて、で歌もね、これ島先生がよく言うんですけど、40ぐらいまでは筋力で歌えると、声もね筋力で出せて響かせられる。ただその40ぐらいを境目にやっぱパタッとできなくなる人とか、40過ぎても80になってもいい響きで体を響かせて歌えてる人がいる。この境目って何なのって言ったら、こうした正しい自然体の、パフォーマンスができてるかどうか、そしてそこに対してのトレーニングがちゃんと間違ってないでできてるかどうかっていう差だと思うんですね。これスポーツの、業界でもそうなんですよね。やっぱりこうゴルフなんかでもやっぱりこうね、すごく20代30代とかね、まあ、10代もそうなんですけども、筋力に任せたりとかで、結構こうね飛距離飛ばしたりとかパフォーマンスとか上がると思うんですよ。ただそれができるのってやっぱ35とか40ぐらいまでなんですね。その先ってその筋力に任せたプレーとか力づくで任せたプレーっていうのは不可能になってくるんですよ。なぜなら怪我してしまうし、なぜならそんなに人間っていうのはやっぱ40ぐらいからメタボリズム下がってきますので、もともとのその筋力とかね、いうのを保てなくなってくる。でそこでドンとパフォーマンスが落ちる、または怪我してしまってパフォーマンスができなくなってくるっていう状態なんですね。歌も一緒みたいですね。やっぱりこう力任せにこうバンって声出すことは 20代30代ぐらいまでできるらしいんですけれども、やっぱその先ね、そういった形で歌を歌ってる人っていうのは声帯が潰れてしまったりとか、パフォーマンスがね40ぐらいから突然落ち始めて、全然パフォーマンスがキープできないとか、またはどっかで、ね、痛めたりとかいう方で、なんですかね、前線を離脱していくっていうことも同時に話していました。でそれは、ね、私も全くその通りだと思っております。なのでですね、今回の話はですね、もうこの自然体、トレーニングとパフォーマンス中の考え方は違うんだよと、あくまでもパフォーマンスを最高な位置で、保つため、そのための体幹であるべきですし、体幹っていうのは先ほど言ったように体の関係性を保つことだと、筋力とかインナーマッスルの強さとかそういうことでは全くないよ、そして自然体っていうのがその体のバランスを取りながら最大限の脱力状態であるということ、でそこがゴールだと、それが最大限のパフォーマンスを行える状況であるというところ、まあ、ここを理解してもらって、そこに持っていくためのトレーニングっていうのがいろいろあるんだよと、で何が必要なトレーニングだとかっていうのはもう個々人で全く違うので、誰かがやってるからこうしようとか、誰々がこういうアドバイスをしたから僕も取り入れてみようっていうのは基本的に危険な考え方なんじゃないかなと思います。なぜならもちろんね、体をアセスメントしてくれる人がいて、あなたの体こうなってて、呼吸方法がこうなってて、こうだからこのトレーニングをしましょう、その結果こういうゴールで導いていきましょうっていうところまで、アセスメントとかしながらね、こう話し合って、ゴール付けができるんであればいいと思うんですけれども、例えばなんかわかんないけど雑誌見て、あ、なんかこのトレーニングかっこいいとか、あ、なんか YouTube 見て、あ、このプランクの運動すごい体幹に効きそうとかね、そういうのね、ちょっと危険なので、やるんであればやるなとは言えないです。やるなとは言わないですし、いろいろこの自分がどういう状況なのかで、そして先ほど言ったように自然体っていうところに結びつけるためにそのトレーニングが本当に必要なのかどうかっていうのをちゃんと理解した上でやっていくと、もっともっとこうね、みんなが本当にですね、人生100年時代じゃないですけれども、本当にこう人生を通して、そして今好きなスポーツや、歌とかをね、ずっとやり続けられる。
っていう状況をね、そしてその好きなスポーツや歌をね、ずっと向上させられるっていう状況を作れるんじゃないかなと私は思っております。まあ、治療家の立場、そして臨床家の立場からこういったあの話をさせていただきましたけれども、ちょっとでもね、多くの方にこういった考え方が伝わればなと私は思っております。質問等ありましたらですね、DM いただくなり何なりすれば、できる限りの形でね、返答させていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ニューヨークファンクフィジオの高田でした。